D の振る舞いがあるんだから。あれ、暁ちゃんまた背縮んだ？縮まないわよ。敵の隠密性が高くて、ああに緊張しているのがバカバカしくなるから。ねえねえ、それより任務って？少し待て。ええ、今後を機関とする南西方面艦隊に一時的に配備されるの。はい、ちょ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 、はい、肉提督は席を外している。せっ戦艦ではないだろうに。では任務の説明をする。違う、理由は現在南西海域に発生中のスコールですね。つまり一航船のような航空戦力が使えないから。武器？もう私ゼコモシじゃない。心配しなくても私たちがついてるのでノープロブレムです。うわあ、ずるい、ずるい。以前の提督の資質のこたつの中に潜んでいたり、宝生さんの膝枕で眠っていたり、とにかく自由なカンムスなので見つけるには少々手間取るかも。かけっこしたいの？負けないよ。人の話を聞け。ゼコモシじゃないし、負けない。こと島風のことし、島風さんです。これ以上辛くなっても知らないから。霧島さん、声も顔も冷静だけど実はテンションマックスだよね。できた。ねえ島風ちゃん、もしかしてそれレトルトカレーじゃん？あ、だって早いもん。食べるのも早というか、島風ちゃんが食べちゃダメ。本当にダメだものね。うるさい。すごい。あらしょ。それとも質の悪い燃料を取ったとか？イカズチちゃん、なんとかしてほしいのです。私に任せなさい。それだけ？うるさいわね。どうした？ラガトさん、すげえが。でも意外だな。私はフブキちゃんが先になるかと思ってたけど、だって駆逐艦の中で遺跡だけでしょ、機関なの。あ、そっか。え、稲妻も触りたいのです。どうした？まだありますよ。はい、ヒビキちゃん、スパシーバ。すでに北方海域。大変だよ。今演習場の方を通ってきたら吹雪ちゃんがいて。